A さん、こんにちは。アディクト TV です。広島を取材されている中野和也さんとの、感想戦ですけれども、今から後半のパートに入りたいと思います。中野さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。前半1-0で折り返した広島さん、後半に入ったところで、まあ、何が変わったって、風上、風下がちょっと変わりまして、あと、まあ、本当に落ち着きが持てたというか、45分の後のまあ、15分間のロッカールームが割と良かったってことは、そこで落ち着けたってことは、清水選手が試合後に言ってましたけど、随分と前後半で、後半変わった印象がありましたけど、中野さんはどのように捉えられてますかね、後半は。まあ、僕的には、おそらく広島の見てる人、みんな思ったと思うんですけど、まあ、前半は出来すぎの部分もあって、川崎は悪かったと。で、このまま終わるようなチームだったら、この成績は残してないので、必ず修正してくると。だからまあ想定ないですよ、はっきり言って。で、距離感も多分変わったし、これは鬼木さんもおっしゃってましたよね、つなげるようになったと。そうでこれはすつね。なげ距る離よ感うになっのた話されてましたんよだと思う。ね。ただ、一番のキーポイントは、僕は長谷川から、宮宮城天、ここの交代で、宮城選手とは初めての対戦で、城。まあ、ああ、映なる像でほど。見る、映像で見るのと、多分映像で見てて、警戒心はあったと思うんですけど、映像で見るのと実際のは違うので、やっぱり宮城選手の躍動感、ボールの持ち方、それからドリブルの時の鋭さ、あるいはこのアイディアというところは、ちょっと、まあ、長谷川選手もいい選手ですけど、もちろん、ちょっと違うので、質が。まあ、そこの慣れるのに戸惑ったっていうのは、まあ、絶対僕はあると思います。で、前半は、割と、ここぞという時に、こう、いいランニングでね、例えば、藤井智也とかが、出たんだけど、まあ、それも抑えられたし、かなり宮城選手の存在、あそこに、まあ、ミドルレンジのパスがポンと入るだけで、ラインが下がらざるを得ないという状況が続いたので、まずそこが一つ大きかったなと。で、実際チャンスもそこから作られたと思うんだけども、まあ、そこはよく我慢したと思うんだよね。で、次のファクターが、これはもう鬼木さんの迷采派だと思うのは、2枚替えのところ。67分ですかね。そうです。立花水選手のと、後ですかね。そうです、そうです。立花選手と、あと、遠野選手大野が選入った手。のは。その時に、インサイドに、家長が出て、アウトサイドに旗手を旗手変えフまリーしたキッね。クを置きましたね。これがなかった、これが得点に直結したと思うんですよね。もちろん立花選手の鋭いパスもあるんですけど、やっぱり旗手がウイングに来て、スピードを生かしたっていうところが大きくて、おそらく家長選手はまた別の選択肢になると思うんだけども、来る形になりますからね。そうそうそう。で、旗手君がいたから、かなりその広島も勢い込んで戻らざるを得ないと、バーンと。スピードがあるから。で、縦もあるし、横もある。で、そこで、荒木君がまあ痛恨のね、痛恨だと言ってたのが、確か遠野選手がニアに入ってきたよね、あの時に。で、それに同こう、点野ゴ上、ールの場面の話もされてますね。同点のところですね、同点ゴール。遠野選手と、が入ってきて、そこに野上と荒木が釣られちゃった。で、その一瞬に、一番怖いレアンド・ダミアンが一瞬フリーになった。という話をされてましたね、そうそ荒う木選手が。そう。で、映像で見たら、確かにそれはそうで、で、遅れてね、ちょっと行ったんだけども、まあ、さすがというか、なんというか、もう、荒木の股を見事に通して、シュート。あれ、まあ、あれダは、ミアンは多分トラップミスってんですよね。浮かせてしまっていて、だけど、落ち着いてちゃんと振ってますもんね。やっぱ振ると何か起きるなって話で。だから今、それまではね、レアのために振らせてなかったんですよ。特に一度も。確かに、だからまともにシュート打った場面がなかったですもんね。う、そうそうそう。だから、あの時の主君はもちろんレアンドのダミアンだけども、それを引き出したのが遠野選手のフリーランだったし、まあ、旗手選手の、ウィングでの効能、それから立花選手のサイドチェンジ。だから結局、交代選手が
生きて、なるほど、であのポジションチェンジが生きたという、それはね、名采配ですよ。本当に、まあ、おっしゃる通りで、采配で変える力は鬼木監督があるかもしれないですね。あとその、後半開始直後に、宮城選手が入った後に、47分ぐらいだと思うんですけど、あのうっすらとダゾーンの中継見てると、天幅って聞こえてくるんですよ。宮城天の天なんですけど、多分あの宮城選手、サイドにもっと張れっていうことを言ってるんですよね、鬼木監督は。それで相手をこう引き出せというか、あの最終ラインのところの並びをかく乱させようとさせていて、そこら辺のそのポジショニングを含めて、言い込めた対応がうまくいった部分があったんだろうなとちょっと思いましたね。まあ、実際あの、立ち上がりに宮城選手きっかけでチャンスも作ってますし、まあ、何分ぐらいまでですか、5分、6分、10分ぐらいまでの間に結構宮城選手関わって、いい攻撃を作れてたので、まあ、ちょっと広島さんとしては嫌だったかもしれないですね。うん、嫌だったんだけど、広島的には多分15分ぐらいは耐えなきゃいけないと思ってたと思って、で20分耐えられたので、うん、まあ、あの、実際若干そこで落ち着きを取り戻したかは、そこで投入された選手に活躍されたっていうのが痛かったですね。だあの時もこれ広島目線で見るとですよ、あの立花選手がボール持ったのは、広島の側のスローインを川崎がボール奪った直後なんですよね、うん、だその直後に今まで前半の広島だったらそういう直後にその自分のマークを捨ててまでもフェッシングに行ってる、はい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 、ボールホルダーにを自由にやらせないというのが一つの約束だったので、うん、ところがその時にハイネルが行けてなかったというところ、なるほど、なるほど、うん、まあ、最初青山の方が近いのかなと思ったんですが、青山はおそらく宮城、立花選手から遠野選手へのパスを出せるのが嫌だったので、うん、そこのパスコースに立ってたんです。でハイネルはまあフリーだったから、うん、でしかも実際に行ってるんだよね、そこに。でもっとスピード感を持って、もっとあの激しく行ってくれれば、そう、横パスかバックパスになったと思う。だそうすると、守備は整えられたから、うん、まあちょっと、まあ自分たちのスローインだったんで、若干前がかりでもなりつつあったと。なんとか敵陣でボールを持ちたいと思いがあったから、この裏をね見事に突かれたと感じがします。うまく1枚だけいたのをうまく、いや、あの立花選手は剥がしてルッククラップをしてパスを出すんですけど、うん、あの前にどうもこう旗手選手から、立花選手に見といてくれという話があったみたいで、あの旗手選手のことを見といてくれということが話があったみたいで、でまあそこに見たところをフリーというかチャンスになる形で見えていたので出したみたいですけどね。まあ、あのそこら辺の連携というか位置内での話し合いがうまく実を結んだ場面だったですけど、まあ、あの逆に言うとフロンターレは逆転できてもおかしくなかったっていう意味では、まあ、悔しさの残る後半だったんですけど、もうちょっとね、僕はだから、まあ、何回も言ってますけど、長い、あ、例えば、ね、長いボール、後半にね、何本か出てきたんですよね。あの、車屋選手が出したりとか、あと、その、インサイドに変わった、家永選手がアンカーのところに落ちてから、そこから長いボール出したりもしてたんですよ。で、なんかその、もうちょっと揺さぶってもいいのかなと思ってはいたんですけど、まあ、ただ、そこで収まらないと雑になってしまう難しさがまああって、で、まあ、鬼木監督は、そうやって長いボールで距離感が離れてしまうよりは、やっぱり時間がかかっても、パスワークといった話をされてたので、まあ、それはそれで間違いなくその通りだと思うので、うん、まあ、その結果の1点だったなっていう話にはあるんですけどね。まあ、正直、その、台風レベルの強風だったと僕は思うんですよね。
あの来終盤の大雨もすごかったですしね。大雨もすごかったし、強風もすごかったんです。強風はもうずっとそうで、特に上空はかなり強かったと思うんで、まあおそらく川崎の選手の体感としては風上に立ったとはいえ、こう本当にうまくコントロールしないとそのままそのラインを割ってしまう可能性とかは、なるほど、ましてその広島がちょっと疲れて前プレー行けなくなっちゃったんで、若干この自陣に構える状況もあったから、まあ、そこは難しかったかなって気がします。で前半は前半で全部戻ってくるし、こうなんていうかな、風がある時には地上戦だというのがまあ常識の範囲内だけども、まあもしあの風が、まあ、普通の風だったら、まあ、江戸さん言われたようにロングボールというのは特に前半から使ってれば非常に有効だったと思うんだけども、あの風の状態で、だから本当にだから逆に言うと立花選手のあのサイドチェンジが本当に素晴らしかったと僕は思うんですね。コントロールという部分を含めて。なんかピタッとあのはまりましたもんね、あそこにね。風もあったはずなんだけど。簡単じゃないと思います。あれはすごかったですね、本当に。だからやっぱりその、まあ、柴崎選手とかも、うちの柴崎とかもね、そうだけど、やっぱり技術っていうのは裏切らないと。まあ、ね、だからやっぱその、速い、もう、スピードも裏切らないけれども、やっぱ技術はもっと裏切らないと思うので、あとは戦術感かな。確かにね。そういう意味では、まあ、最後、なんとか広島が守り切ったっていうのも一つの成果で。なるほど。まあ、もうほぼノーチャンスだったから、後半は広島は。まあ、どっかで割り切った部分もあるだろうし。なるほど。まあ、青山が足を完全に吊らしてしまって、ね、自分で変えてくれって言ってましたもんね。そうそうそう。だからあの時も、多分青山はその交代機会がもう終わってたっていうのに気づいてなかったと僕は思うんですよね。で、ミンチもそうだったね。ジョークさんは多分気づいてたと思うんだけど、要は、あの時はちょうどその、2人交代をした直後だったんで、でまだプレーが始まってなかったから、交代機会としては3回目に含まれると、おそらく判断して、なるほど。だけど審判の判断は、いや、それは違うでちょっと話になって、やっぱり同時に持ってきてくれないとみたいな。まあ後から、もう始まってないからって言われてもっていう話じゃないですか。だから、本来はもう始まってたはずだからね。だから、そこでまあ、食い違いがあって、まあ、難しかったんだけど、まあ、青山が、その、戻ってこれたんでね、まあ、ほぼほぼ走れなかったですけど、まあ、スペース埋めることだったんで。いや、まあ、そういうの。筋肉系やってたらダメだなと思ったんですけど、まあ、あの後もね、試合終わった後も歩いてたり、サポーターの方に挨拶されてたりしてたので、まあ、そういう重篤な怪我ではなかったなっていう感じはしました。まあ、そうです。でも、まあ、試合戻った後も自分で手を回して変えてくれっていう仕草をやってたりしてたので、本当に、まあ、プレスでね、頑張ってたんだろうなっていう、さっきハイネルさん、ハイネルが選手が動けないっていうことを言われてましたけど、あそこの2人の、負荷がね、相当高かったんだろうなっていうのが伺えるシーンだったですけど、まあ、青山についてはおそらくその、ちょっと前の先月かな、突戦で 1-0 でリードした、ほとんどロスタイムで足をつって、で、まあ、交代枠なくって、まあ、そこでも大丈夫だっつってやってたら、まあ、同点ゴールになっちゃったというトラウマがあるので。なるほど、そういう。認可も増えた。そうそう、だから変えてほしいと言ったんだと思うんだけど。なるほど、ね。まあ青山って僕の記憶ではその足をつらすことがほぼなかった選手なので、やっぱりその年齢というのも、ね、あるのかなって気もしますが、まあでも前半からの奮闘を見てるともう頭が、いや嫌だったですね、相変わらずね、本当に嫌な選手だなっていうふうに思いましたね。当たりが激しいし、もう本当にね、ボールを借りに来ますからね。まあそうなんですよ。本当に嫌な選手だったですね。嫌な選手だなと思いましたね。褒めてますけどね、倉本は。そう思います、青山については。はい。まあ、広島については、今できることはやったという、ジョークさんの言葉が、まあ、
その通りだろうと思うし、まあ、前半のプレーを70分まで続けるということができてるんだら、この順位ないし、まあ、まあ、少なくともきっかけをつかんでくれたんじゃないかと、まあ、勝手に思ってます。あの、まあ、ないですよね。川崎にもう今季は負けないので。そうですね。はい。去年は小須が、負けないチームだったんですけど、今年は広島さんが負けないチームになりましたからね。はい、そうそうそう、うん。これはね、大きなことだと思いますよ、実際問題。まあ、あの、リードしてる時間も何分だっけな。あの、前半の27分にゴール決めて、70何分かに失点してるんで、この間、さっき手計算したら、あの、川崎をリードする時間帯は一番長いんだよね。リーグ戦限定になりますか？リーグ戦で、そうそうそう、そう、あの湘南が80何分まで 1-0 で勝った試合もあったけど、 あれも後半にゴール決めてるんで、そのいわゆるリードしてる時間帯が一番長かったという、まあもう本当のもうなんていうかな、自己満足の数字を出してみたんですけど。なるほど、うん、ちょっと数字だけ振り返りましょうか、後半の。あの、これね、広島さん7って書いてあって、横に括弧でプラス1って書いてあるのは、後半増えた数ですね。だから後半、広島さんは1本シュートだったということです。うん、あのこれ、ダゾンの、速報なので、公式局とはまた違うかもしれないですけど、で、フロンターレ逆に9本増えてると。で、枠内が前半0だったのが5本に増えたっていう、そういう感じですね。まあ、これはまあ後半の、試合の内容を振り返れば、まあ、こういう数字になるかなという気はしますね。うん、まあ、あと、支配率もね、やっぱり上がってますし、パス成功率、パス本数もやっぱり、これも圧倒できているので、まあ、フロンターレとしてはやっぱ後半45分間だけでも、まあ、1点と言わず、もう1点ぐらい欲しかったなっていう。まあ、そういうことでしょう。思いました、ね。ただ、広島は前半にもう1点。うん、川崎は前半後半にもう1点から2点という、まあ、数字になってますよね。それくらいの点差になっててもおかしくなかったっていう、2、3点入っててもおかしくなかったっていう試合にはなってますね、だからね。うん、まあ、だから1対1は90分並べてみれば妥当な数字、あのスコアだなっていう感じになりますよね。うん、前後半の両方の流れを見れば、まあ、1日はやむを得ないというか、まあ、妥当だなと、おっしゃる通りだなって気がしますね。意外とね、あれだけ激しい試合なのに、警告がゼロだったっていうのは、意外とクリーンだなっていう、ね。そうそうそう。まあ、さすがね、あれですよ。確か反則ポイントも川崎1位だったような気がするんですけど、少なくとも、ね、リーグ最小ですよね。確か12個しかもらってないと思うんだけども、まあそういう警告をもらわないように、今、広島もね、激しくても警告をもらわない。川崎も激しくても警告をもらわないっていうチームだから、うん、で、いわゆるそのアクチュアリータイムも長かったと思うし、うん、そうですね、まあ、サッカーの醍醐味っていうのはね、十分楽しめてたんじゃないかなと思います。うん、まあ、もちろん、お互いのサポートにとってはね、勝ってないっていうのがね、残念だと思いますけど。そうですね。うん、まあ、特にバッティングね、うん、SNS とかの中ではやっぱりこうネガティブな声も出てるみたいですけど、まあまあ、とはいえという気は僕はしますね。お互いの立ち位置考えたり、うん、まあそんなにネガティブになるような状況ではないのかなって気はしますけど、ね。いやいや、試合そのものもね、面白かったし、その戦略性も感じられたし、うん、なんていうかね、高い技術も見れたんで、うん、まあ、僕は試合終わった後は、まあ、勝てなかったなとは思ったけれども、いい試合が見れたなというのが正直なところです。そこはね、広島にとっての前節の福岡戦とは全く違う。あ、はい、うん、うん、意味が違うと。あるいはその横浜 FC 戦とか、そういうのとは全く意味が違うと。で、実はその試合が始まる前、そのみんながネガティブな予想をする中、広島との予想する中で、森崎和幸がね、練習を見ながらね、こういう時に、うん、このチームは勝ったりするんですよねってのポロッと言ったわけですよ。まあ、勝ちはしなかったけど、勝ち点を取るっていうところで言うと、うんうん、まあ、やっぱり森崎和幸っていうのはなんかこう
感覚を持ってるんだなと思いますね。うん、まあ、実際僕はチャンピオン の, あの絶対条件というのは弱いチームとかその下位に沈んでるチームにしっかり勝つというのが絶対条件だと思うんですよ。で広島はそのいわゆるその下位に沈んでるチームに対してしっかり勝ててない、 あるいは何なら横浜FCにあれほど勝ってなかった横浜FCにこう勝利をプレゼントしてるというところがこの低迷につながってるんですよね。で逆、うん、川崎には2回引き分けてるとかマリノスにも引き分けてるとかいう感じで、うん、上のチームにも負けてないというんですよね。なるほど。だからもうちょっとこうわけわかんないっていうのはわけわかんないことはないんだけど、実はないんだけど、まあそういうチームなんだなと現時点では思います。はい、まあなんかわかる気がしますね。あのフロンターレも優勝できなかった時なんか割と上にいい試合するんだけど下にもいい試合されてしまうみたいなこともありましたし、うん、風間さんじゃなかったかな、あの昇格してきたチームとの連戦で引き分け続けたみたいなこともありましたし、あ、うんうんうん、まあ本当に今おっしゃったみたいにこうか優勝するか強いチームっていうのは取りこぼさないというか、あのそれは絶対条件な気は本当にしますけどね、うん、でも川崎にとっては多分、柏戦広島戦でのこの引き分けは相当痛いんじゃないですか。まあ、あの意外と今横浜さんがね迫ってきてますからね、あ本当におっしゃる通りで、勝ち点をこう抜けたかったという思いはあったと思いますね。あと、柏さんはアウェーですけど、まあ、関東圏だし、広島さんもアウェーですけどまだこう連戦が始まった直後のアウェーなんでそこまで体力的に厳しいわけじゃないと思うんですよ。でそういう意味ではあの現在の順位も考えて、まあ、勝ち点3は欲しかった試合ではあると思うんですけど、これからのこと考えてもですね、まあ、とはいえ、まあ、相手もあることなので、そう簡単ではなかったなっていう試合だったですけどね。はい、まあ、正直に言うと、まあ、川崎に対しての感想で言うと、やっぱり田中碧と、それから三笘薫の不在っていうのは、すごく大きいなと思いました。うん、まあ、特に三笘ですね。やっぱりこう、何かあった時に、こう、難しい状況の時に彼は必ず、まあ、個人もしくはコンビネーションで仕事してくれて、で、ゴールまで行きますよね。そうですね。あの、これはね、長谷川選手とか、まあ、現時点での宮城選手との違いで、やっぱり、チャンスは作っても最終的に誰が決めるのっていうところなんですよ。で、今川崎で言うとそれこそもう小林優かそのヤンドダミアンに限られてきてつつあって、確かにね、確かにね、うん、だからそこが去年いい時の川崎とはちょっと違うかなと思うんですよね、うん、で広島はさらに誰が決めていいか誰も分かんないみたいなストライカー不足にもう陥っちゃってね、もうしょうがないんですけどだからマリノスの勢いのっていうのはやっぱりどっからでも誰でも点取れるってことじゃないですか。前の攻撃力ちょっと半端ないですもんね、あれね、やばいっすよ。おそらくチャンスの構築率とかでいうと今の川崎でもそんなに変わらないと思うんですよね。ただこの勢いはちょっとすごいですね、まとられる勢いだという危機感を持ってますけどね。あのレオセアラの1点目とか見た？ね、見た記憶がありますけど、どんなだったかな。あのなんかふわっとしたクロスにね、そのほとんどスタンディングでジャンプして、でゴールキーパーが手を伸ばしたこの上からヘディングして、あの相手に体ぶつけられてるのにそれをゴールに収めちゃったっていうね、絶好調の時の久保田敦彦みたいなゴールがあってまああんなん決められたらそれは仙台もねちょっとショッキングですよ。ちょっと見てないけど、まあ、でもやっぱちょっとこう守っても守りきれないような得点力というかね、うん、ありますよね、そういうのって強いチームってね、うんうん、あの今あの中田さん言われた三笘薫とあの話なんですけど、僕は三笘君のすごいのは仕掛けた後に抜くじゃないですか。でその後ちゃんと選択肢を持ってるんですよね、その後も。で例えばシュートだったら枠に飛ばすし、ちゃんと。あとね、パスもね、ちゃんと通すんですよね。相手に2枚ぐらい、こう、
コース前に立たれていても、その間をスパッと通せるあの技術があるんですよ。だからこう、突破して満足、そこでやりきった感が出るんじゃなくて、ちゃんとボールをつなげる、ゴールにつなげるような攻撃で終わらせることができるのが彼のすごいところだと思っていて。あ、そうですね。うんうん、だから最初ね、彼入ってきた当時は、スルーパス見てくださいってずっと言ってたんですよ。で、まあ、ドリブルがすごいことは大学時代から知ってて、で、なんでと思ってたんですけど、その後ドリブルで海岸開花して彼はドリブラーとして知られますけど、でもその後もドリブルでうまいっていう、評価が高まった後も、ちゃんとね、ドリブルの後にパス通すんですよね。そういうところのね、1枚剥がした後にちゃんと攻撃をつなげるところがすごくて、それがやっぱまだね、長谷川君だったり、宮城君にはまだ足りてないところなんですよね。で、多分昨日試合終わった後、旗手君が号泣してましたけど、あの理由って、その役割を俺に任せてくれっていうふうに多分思ってたんだと思うんですよ。背負ってたと思うんですよね。だからできなかったことに対する涙だったと思うんですけど、最後の最後ね、遠野くんのフリーキックをニアで合わせて、キーパーの正面に飛んだっていうシーンが、旗手くんあったんですけど、多分あれ、ディフェンスからつけられてるんですね。体当てられてるんですよね。だから、薄くなって、こう体が押し出されてしまって薄くなったのかなと思ったんですよ。もうちょっと彼は、当てようがあったのかな。で、当てられなくてがっかりしてるんじゃないかなと思ってるんですけど、さっき体当てられても全然動じずに打ち込むって話ありましたけど、そういうところの強さをね、だから、旗手君には今後ちょっと、見せてほしいなと思いましたけど。僕のイメージ、旗手君っていうのは、何でもできるっていうのはもちろんあるんだけど、多分大学の時はむしろツートップの一角とかそういうのもやってたと思うし、前目があったですね、完全にね。アンダー22とかの五輪代表がまだこう形になる前の時の代表で見てても、やっぱりセンターフォワードで使われてたから、横地さんがね、で三笘君もどっちかというとその点を取るタイプだったはずで、で川崎に移ってウィングで開花したんだけど、アウェーの、轟きの広島対川崎戦でね、ほら、VAR で取り消されたシーンがあったでしょ。ああ、ダミアンの、ダミアンが触ろうとして、その奥に三笘君がいて、押し込んで、三笘君はオフサイドじゃないけども、ダミアンが関わったということで、VAR で記録されたシーン、あれなんか見てても、森里君がこうガーッと上がってきたときに、旗手君はそこもう、そのウィングで受けるとか、そこでコミッション作るんじゃなくて、もう完全に中に入って、消える動きで相手を、なんていうのか、相手の視界から消えて、まあ、プロアウェイかなんかだったと思うんだけど、まあ、それで、突然、パッと真ん中に飛び出して、ゴールを決めてるわけですよ。だからそういう意味で言うと、彼は点を取る感覚も知ってるわけですよね。で、おそらく旗手君もそれを分かってると思うんです、だからそういう意味では、鬼木さんがやったね、ウィングへのコンバートですけど、ウィングへのポジションチェンジというのは、まあ、彼にとっては望むところじゃなかったかなって気がするんだよね。ウィングから中に入るプレーでアシストもしたし、まあ、おそらくウィングでボールを待つというよりも、幅取って待つというよりも、そこから変幻自在の動きを使って、ゴールを決めるということがしたかったんじゃないかなと、まあ、僕は勝手に想像しています。それができなかった悔しさっていうのが、ああいう形になったんじゃないかなと。なるほど。おそらく三笘の代わりは俺だと思ってるんじゃない？いや、多分それを思ってると思います。送別会にビデオメッセージを残してるんですけど、まあ、安心していってくださいってことを言ってたので。だからそういうふうに言った手前というか、それは多分自分がやるという決意だと思いますし、それを背負ってしまったんだろうなと思いましたけど、まあ、でもまあ、あの涙で絶対彼は成長できるし、絶対その、この悔しさをね、次につなげてくれる選手だとは思うので、まあ、引き続き期待したいなと思いますけど、あと、今の文脈で柏君の話になるんですかね、内側にポジションを取るみたいな話を、すごく喜んでましたけど、昨日柏君が。それ星乗ってたよね、記者会見。すごく嬉しそうに出てきましたよね。嬉しそうっていうのは語弊があるな。
中尾さんが書いてくれた原稿を喜んでましたね、すごくね。もうね、あれをね、記者会見でね、言ったの、ああいうこと言ったの2度目なんだけど、まあ、言ってくれるのはすごくありがたいんだけど、ちょっと恥ずかしいよね。でも嬉しい、すごく嬉しかった。でも、柏吉海の良さっていうのは、まさにあのゴールシーンに凝縮されてるから、これ、ジョークさんも言ってたけど、柏ってフリーランニングがそんな速くないのね。ドリブルスピードはあるけども。で今、やっぱ年齢も重ねることで、2015年の時みたいな、こう、キレっていうかな、こう体の動き一つで相手を剥がすっていうよりも、ポジションいいポジションを取って、そこで、攻撃に貢献するっていうことが、彼のストロングになりつつあって、なるほど。まあ、福岡戦で PK 取った審判がまさにそれで。ああ今回のもおそらく柏はずっと幅取ってたんだけど、あの得点シーンのところは。うんうん、あるシーンで、まあ、野上がこう突っ込んで倒されたシーンがあったんだけど、まあ、そこのところで中に入ってきてたのね。で、実はそこのところで川崎が一遍ボール取ったときに、脇坂君にこうパスを出したの。で、そこで柏があそこで絞ってなかったら、脇坂君多分フリーで前向いて、レアンド・ダミアンか家長にパスを出せたはずで、そうなると川崎のもう大決定機が訪れたはずだ。なるほど、なるほど。うん、もうあの時は野上まで、そうそう、あの得点シーンの直前ね。でその時に脇坂君に体ぶつけてボールを取ったのが柏なんだよね。なるほど。どっちかというとセンターというか、もうすでに右のエリアに入ってたから。でそのポジションのまま、中で、に入ってきてシュートを決めてると。でまたすごいのは柴崎浩生、それをちゃんと分かってて、あここにいるだろう、僕の上に、そうそうそう、ここに貸し上げる多分分かってて、その、ドリブルで登り方外す前にすでにそこ見てるんですよ、ちらっとね。で、でそこの後外した後はノールックで出してるのね。そういうことができる柴崎ってどんだけうまいんやっていう話ですよ。確かに。で、またあのシュートもね、面をちゃんと作って、ずっと吹かさずに、うん、まあ、濡れてたから、言っちゃうけど、昔、はい、ね、いや、本当に計算され尽くしたシュートだったなと思いましたけど。まあ、柏シュート本当にうまいからね。まあ、いや、本当に嫌なシュートだったっすけどね、あれはね。まあ、ね、いや今、柏がウィングバックやりやすそうだから、あのままでいいんだろうけど、まあ、広島の事情からすれば、点取りたいやつを、点取れるやつをね、一番近くに、ゴール近くに置いておきたいなと思いますよ。ガードとか、もう何ならセンターフォワードとか。なるほど、なるほど。そういえば、森田秀政君だっけ、あの方のツイッターで、柴崎浩生天才って書いてあるのを見たけど。本当に。今回の試合の後ですか？試合の後だったと思うけどね。あ、森田選手ってでも浩生君と被らないはずなんだけどね。被ってないはずですね。なんでそんなこと言う立場の、間柄なんですかね。なんか面識あるのかな。それかそもそもファンなんじゃない。ああ、ポジションが似てるというか。まあ似てるって似てるからね。まあ見てるかもしれないですね。フロンターレにいた選手を通じて。関わりがあるかもしれないし、確かに何か関わりようでもあるでしょうね、そこは。見てるんでしょうね。まあ、柴崎のプレーは、プロサッカー選手であればあるほど、レベルが高ければ高いあるほど、みんな好きだよね、柴崎のプレーは。うまいもん。確かに。なんか、フロンターレでは全然フィットできませんでしたけど、その後のこう活躍を見てると、やっぱりうまいなと思いましたけどね。あれでもフロンターレ時代じゃなかった、日本代表になったの。そうでしたっけ。ちょっと一瞬ね、入りましたっけ。一瞬活躍したのよ、多分。で、多分2年目か何時にちょっと外されてしまって、ベルディに期限付き移籍になったと思うんだけど。そうでした。でも確か多分川崎で風間さんの指導とか受けてさらに上手くなったと思うよ。彼はなんかあんまり僕は不遇だったという印象が強かったんですけどね。ああ、なるほどね。まあ、あの技術なのになんでやってるの多分あったと思うんだよね。確かに。
まあ、それを買ってね、移籍させてきてるわけだし、まあでも、選手ってやっぱ合う合わないありますからね、なかなかこう、難しいところはある、まあ、あるんでしょうけど。まあ、おそらく彼のベストポジションはもともとシャドウとかトップ下だったんだと思うよ。ああ。もともが。それがまあ、あんだけうまいからボランチやらせようみたいな話になって、でもボランチだと多分、例えば守備の強度の問題とか、あって、だから森保さんが、広島に来て、まあ、ボランチにね、森崎と青山がいたっていう事情もあるんですよ。なるほど。シャドウになって、そこで大ブレイクしたっていうのは大きいと思う。ね、ずいぶん、なんか活躍をしてたので、なんか、見てて安心したというか、よかったなと思ってましたけど。2015年の優勝、柴田なくし語れないから、柴田柏なくし語れないんでね。なるほど。うん。あれ、怪我だったんですかね。怪我って復帰って言ってましたけど。そうそう。先月、7月2日の横浜 FC 戦の準備の練習の時にやってしまって、実はその時、もう川辺がいなくなったから、川辺の代役は、柴崎だというふうに監督はおそらく決めてて、それが怪我しちゃったんで相当痛かったと、いうふうに言ってました。うん、まあ本当に十分に堪能させてもらいましたね。柴崎選手のプレー、ね、味があるからね。サッカー分かって分かってるほど楽しめると思いますよ、彼のプレーは。確かに。まあでもあれですね、アウェーの、まあ、トドロキの試合はトドロキの試合で、面白かったんだけど、まあ、はい、今回のエビスタの試合も試合で面白くて、やっぱり、川崎のような強い相手と、こう、ガチでやれるっていうのは、お幸せなことでね。で、そこで、やっぱり学んで、ちゃんと、なんとかな、次はもうちょっと違う立ち位置で、川崎に挑戦できるという。なんかね、同じ J1、相手なのに挑戦とかおかしいんじゃないのっていう人もいるけど、そんなことなくて、圧倒的な立場にいるわけだから、もちろんもう挑戦ですよ、そんなの。もう逆に言うと、その挑戦という言葉を失ってしまったら、あるいはその俺たちは J1 だとかやってしまった、やめてしまったことが天皇杯での、関西リーグのチームに負けるというね、状況を生み出したわけで、で例えば川崎だって、天皇杯の初戦でね、あんだけ苦戦したのも、まあ、事情は分かんないですけど、まあ、ゲーム見てる限りにおいては、横綱相撲をしようとしたっていうふうに見えるんですよね。川崎って、どんな相手に対しても、そのチャレンジャー精神というか、それは自分たちへのチャレンジでもあるし、その自分たちのサッカーへのチャレンジっていうのがあって、だから見てて面白いっていうのがあるんだと僕は思うんですよ。だからやっぱりそのチャレンジャー精神を持って、今回、広島が川崎に戦えたということが一番の収穫かなと思いますし、そこでこの即時奪回とかハイプレスとかいうものを次につなげて、なんとか残留したいなと思ってます。落ちましたね、最後。でも、あとね、残留してしまえば早いうちに残留を確定させてね、あとはもう横浜マリノスの F マリノスのレベルの高い優勝争いを見たいなと。思ってる。まあ、直接対決残ってるよね。フロンターレ最終戦なんですよ。最終戦またドラマだね、それ。いや、そこまで、マッチレースになってるといいんですけどね。なんか、おいでがやってたら嫌だなって気もしますけど。川崎、あれも、ACL もあるもんね。全部残ってるんですよね。だから、まあ、それを建て替えるのは非常にありがたいことですし、なかなかないことだというふうには、森木監督言われてましたしね。こういう状況で、まあ、言い訳ができる状況で言い訳せずに、こう、勝ってるのが多分強いチームだと思うので、目指してほしいですけどね。特に、ECL と J リーグの日韓っていうのは過去にないので、まあ、それは何度かやってほしいなとは思いますけど、まあね、ちょっと簡単ではないので、経験に言えることではないですけど。去年日韓だっけ、J と天皇杯と。そうですね、初めてですね、日韓取ったのがね。なので、まあ、次は ACL との、少なくとも J リーグっていう思いはあると思いますけど、まあ、横浜さんがね、すごく上げてきてるので、簡単ではないなと思ってますけど。まあ、僕の個人的な感想としては、J リーグ史上最強のチームだと思ってるので、
N ボックスの岩田を上回るチームだと僕は思ってるので、ぜひその岩田もね成し遂げられなかったことを、まあ、例えば3冠とか、うん、あるいは、ACL も含めた4冠というところまで到達してもらえれば、おそらく他の J クラブの、励みにもなると思うし、頑張ってもらいたいなと。本当ですね、それはね、本当に。いや、新外国人でいつから出れるの？ですね、まだ合流がしてないみたいで、あと聞いた話なんですけど、あんまりちょっと去年の中国の後、間があったみたいで、すぐにこう、試合ができるような状況ではないみたいな。なので、まあ、あと、ダミアンとジジューもね、簡単にはフィットできてないので、うん、トップコンディションになったとしても、まあ、もしかしたら難しいのかな、しばらく時間かかるのかなって感じなんで、即戦力という感じではないですね。まあ、よくて、スーパーサブ的なところで、スーパーに力を発揮してくれればという計算かもしれない、かもしれないですね。はい、まあ、あんまりそこは期待してない、期待せずに見てようかなと思ってますけど、だから純粋に、田中碧と三笘薫が抜けたのは非常に痛いっていうところですね。まあでも、宮城天が、まあ、何かのきっかけで多分、点取れるようになるし、そうですね。橘君もアンカーで十分やれるような気もするし、そうなると、ね、清水とのポジション争いが、いるだろうから、立花君ってあれだよね、インサイドハーフもできるんだよね、きっと。もともと本職はそっちですね。はい、なので、まあ、昨日は緊急避難的だったですけど、まあ、でもできる、あのパスを、ね、見せられるとできちゃう、できるなって話もありますし、ディフェンス頑張れる選手なので、上背ないので、ちょっとね、高いボールには不安が出ますけど、でも、逆にモビリティのところでは、あと体重の強さのところでは、やれる選手なので、うん、まあ、周りも見れますし、非常に賢い選手なので、楽しみでいますけどね。まあ、1列前で使えればベストだと思うんですけど、まあ、谷口選手がね、怪我したりとかしてて、アンカーが、田中碧もいなくなって、いろいろと、知らないところもありますけど、まあ、シミッチが絶対という雰囲気でもないしね、なんか。そうなんですよね。それもそうなんですね。まあまあ、でも、はい、ATL に向けては、非常にこう、いい材料が出てきてるんじゃないですか。まあ、移籍した穴がね、埋まりそう、埋まるというか、そういう期待はあるので、埋まるかどうかは別問題として、まあ、マイナスだけではないなって感じはしてますけどね。はい、ということで、長谷さんとともにお送りしてきました。感想戦ですが、そろそろ終わりたいと思います。はい。中野さん、長い間、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いろいろ、無駄なこと、勝手なことばかり言って、すいませんでした。いえ、面白かったです。また、機会ありましたら、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい。じゃあ、そういうところで、久しぶりになりましたけど、中野さんとの感想戦終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。